これと、さっきの方にも作ってあげたいよね。こっちの装飾、装飾竜コーナー、装飾竜か。装飾竜コーナーにも、観察ギャラリーを作ってあげたいな。そしてお客さん見づらいもんね。で、かつ、こっち側に当たる道も作んないといけないんだよね。ちょっと、キワキワ走らせようか。ぐるー。ああ、音楽いいな。ゆったりしてていいね。ゆったりしてて。あ、違うの。うわー、ミスった。これまだ繋げたかったんだけどな、こっち側に。まあ致し方なしか。これさ、この辺に発電所作らん？これ入らんか、さすがに。あ、待って、道の方に向けないといけないね。あ、入るじゃん。なるべく酔いそらせて変電所。出るかね。よし。で、電柱もやって、そうすればあとこの発電所さえできれば、こちらもかな。はい、次横井瀬戸。ここですね、観察ギャラリーの方。道はつないでよと。道つないでよと。うん、よしよし。あとは電気かな。そう。あ、この変電のエリアがあるのか。まあ素直にかぶせちゃってもいいんじゃない。これで出来上がれば多分電力供給されそうだよね。エラーが発生しました。素晴らしい働きだったわ。それは何。ここで仕事ができるのは私だけだと思ってた。なんか褒められましたね。さあ、これであとは、めちゃめちゃすげえ雨。そしてケラトサウルス、孵化させようか。孵化か。ケラトサウルス。ゲノム編集していこう。なんか、評価がどうっつってたから、評価上げれるようにしてみるか。でもここ何もいじれんな。回復力。お、いいね。次。不明、あと不明しかないな。じゃ、ケラトサウルスを、お金がない。気づけばお金がないよ。待って。どうやらお金を稼ぐ必要がありそうですね。あれ？変電所あるのにダメなんか？電力。発電所は島に電力を与えますと。というかみんなからはオーウェンと呼ばれてる。今更蒸し返しはしないが。右上ちょっと一旦蒸して話しますね。変電所は電力を近くの施設に分配すると。鉄塔で変電所と発電所が接続されたことを確かめましょうと。はい、あ、はあはあ、はあ。となると、新しい仕事が発生したわ。はい、小型または中型、はいはい、調査センターね。調査センターで小型または中型草食恐竜の化石を発掘せよと。
いや、トリケラトップスのあれが出てたから、多分トリケラならいいんだろうね。これ多分ハモンドクリエーションラブは動いてるからいいんだよね。ここに電力いってないよみたいな話かな。まあちょっと一旦無視していきましょうか。ケラトサウルス、草食恐竜の化石を発見と。なので、一旦じゃあ調査センター、どこだろうっけ。あ、これか。見に行こうか。さっきトリケラ、あ、草食あるじゃん。ストルティオミムス 74% あ、これいいんじゃない。75,000。どれが出るか分かんないけど、まあ、いずれにせよ草食動物だから、これに行く、これ行ってもらおう。化石はもうないね。研究そろそろあれできるんじゃないか。これ1個終わって出力のアップグレードしようじゃん今度。次。あ、でもお金増えてってんのかな。あ、ダメだ、マイナスになってる。どうすればええんや。あ、でも今マイナスになってるのってこのお金使ってるからだよね多分。うわ、あの作成するのにだからだよね多分。電力で2万ドル使ってるんだ。収入を電力が超えてるんだけど、これまずいよな。確かにお金減ってってる。お客さんいるな。でもほらほら、お客さんいる。恐竜にいる、ん、島にいる恐竜の種類を増やすと評価が上がるって言ってますね。なるほどね。あ、そういうことも教えてくれるんだ。こうするといいよっていうのを。なるほどなるほど。さあ、で研究が終わったよと。あれ、終わってないな。全然終わってないな。なんかあったっけ。ケラとお金がなかったよな。ケラとサウルスは57万もするんか。全然お金足らんな。と考えると一旦置いとくか。これさ、あ、これこれこれ、フィーダーってやつあった方がいいよね。ご飯ご飯。あ、これでどういうご飯をあげますかっていうのを選択できるのかな。あ、これもお金高くてあげられない。待って、恐竜にご飯あげられなかったらまずいよな。さすがに。それまずくないか。え、早くも倒産の危機。大丈夫か。どうしようか。あ、飛行機、ヘリコプター、ヘリコプターだ。あ、帰ってきたんじゃん、これ。調査センターのやつだよね。そういうことだよね。来た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 。これよこれ。これが必要だったの。契約を完了してくれてありがとう。レニウムは売れる。10万で売れる。それでけえ。ね、これ。ゲノムを 50%。ああ、トリケラトプスのゲノムを 50% ね。オッケー、ミッション開始だ。え、ちょっと待って、あとにしよう、あとにしよう。レニウム10万も、10万で売れるのでかいな。マルコの博士の話を聞いていたなら、トリケラって話だったから、じゃあトリケラトプスの調査に向かわせておきましょうか、今のうちに。で、トリケラね。ミッション開始。あれ、既存のミッションは、ああ、こっちが既存のミッションなのか。なるほどね。いや、こっちの方がいいな。今、ケラトサウルス、買うことがそもそもできないんで、50万ドルもないんで、やっぱり、あなたって私と同じタイプ。やれるミッションからやっていこうか。好奇心旺盛で、健康度低下って言ってる。この機会を逃すなんてできないわよね。どうしたどうした。始めましょう。やっぱお腹すいとるんか。私たちが力を合わせ、やっぱお腹空いてる。より本物の、お腹先に潤してあげたい。お腹を潤せる、潤すはだいぶ表現間違ってるけど。
コスト大丈夫だよね。10万、15万。見込み違いだったなんて思わせないでね。食べさせてあげて。ストルティオ、ストルティオミムスちゃん。この島に来たことがあるわ。イスラヌブラル島では間違いを犯したけれど、その経験を生かして今度こそ何か良いことをしようと思ってるの。ご飯あるよ。この思いは間違ってないと感じてる。あ、来た。道を踏み外すことだけ。食べて。お尻だなこれ。あー、食べとう。かなり順調に進んでる。どうだ。あ、よし、ゲージ回復してきたね。手前まで来てるんじゃないかと思う。よかった。少なくともご飯、これでじゃあ草食竜の2人は大丈夫そうですね。これケラトサウルスやる前に肉食竜用のフィーダー用意しといた方が良くないか。意味のあるものだったかどうか分かるわ。ご飯あげれんかったらあかんもんな。恐竜の世話をしてあげて。彼女たちの健康状態は極めて重要よ。そうだね。お、これ帰ってくるんじゃない？もうそろそろ。あ、もう化石調査し終わったっぽいな。あれ、トリケラまだ50杯行ってないんだ。今ので行ったかと思ったけど、まだ足んないっぽいな。ケラトサウルスは一旦待つのか。あ、じゃあこっちの発電所一旦止めといてもいいかもしれんね。停止。これで、このエリア、ここの2つの施設、2つというかもうこの、こっちの肉食竜用のハモンドクリエーションラブに電力行かないだけなんで、一旦これでエコしましょうか。純利益を上げられそうなんだ。純利益、難しいこと言ってんね。あ、化石センター、いいじゃん。トリケラトプスの琥珀。トリケラトプスの化石。両生類の化石。あ、これ売れるんだ。12万。でけえ。これ調査ガツガツしてていいな。大体儲かるぞ。ケラトサウルス。いっぱい研究しとこう。ケラトも。で？僕がする気は何だ？この島の評価って何だろう？評判。科学を言う。あ、利益。来たー。3658ドル。いいじゃん。1分あたりの利益。来たよ。島の評価は2頭の恐竜、種類が少ない。ただ、とてもいい福祉ってことは恐竜にとってはかなりいい環境ってことかな。責任を持って動物を管理するのも、ビジターのために安全な環境を作ることも大切だわ。島の管理画面は島の重要な管理要素の概要を含みます。わかりにくいな。島の評価、部門の評判で財務情報と。なんで、ここのこの管理画面で見れるのは今のこのテーマパークの、財務状況ですね。要はお金が儲かってるのか儲かってないのかっていうのが、損してるのかっていうのがわかると。で、左上は島の評価は何なんでしょうね。これはよくわからんけど、なんか、このパークの評価ってことなんでしょうね。何つ星で、マックス5つ星っぽいですね。で、左下の契約が、なんだこれ。あ、ミッションかな？ミッションだね。ミッションですと。評判は、今その、科学、エンターテインメント、セキュリティの部門で、どんだけミッションこなしたかみたいな感じかな。一個に偏ってこなしちゃうと、ちょっと、お前ってなるんやろね。で、そのミッションが、右下のこのミッション欄にあるよと。いう感じでしょうか。ゲスト警官。管理ビューってなんだ？嵐、シェルター。恐竜ね。アトラクションそもそも今ないもんね。あ、ゲストが空腹、あ、じゃあなんか食べ物屋さんとかもやれるんだな、作れるんだな、飲み物屋さん。ここの、なんだ、草食竜を見るエリアと、草食竜、肉食竜見るエリアと、出入り口付近がお腹空いてるんだ。買い物欲もなんか同じっぽいっすね、どうやら。なんか今違うボタン押しちゃった。管理ビューでそういう情報が見れるんだ。エンターテインメント欲しがる場所。トイレ。あ、そっか、トイレまだないのか。それきついな。
なるほどね。ちょっとゲスト向けの施設も高っ。安くて25万か。あ、そんなことないよ。13万とかある。ブティックとかある。そっか。でもどの道十何万とかいうレベルじゃないとダメなのか。ちょっと今のうちではまだ買えませんね。あれ、恐竜の種類が豊富です。恐竜の種類は1種類しかいないけどね。個体数は 2体いるけども。ゲストがどんどん来てますってでも言ってくれてるから、まあ素直に喜ぼうか。どんどんゲスト、ゲストはおらんな。あんまり見えませんね。あ、ちょ、なんかエラーが出てる。あ、いた。ゲストいる。で、さっき調査した、帰ってきましたよね、調査団の人たち。トリケラトプス、こっち。で、化石を取ってスキャンしながら銀は売ると。これだな、基本的に調査で化石をもらってきて、その化石を売っ払うことでお金を手に入れてんのかな、このパークは。それが収入源なのかもしれませんね。ここに発電所が欲しかったって話か。あなたは自己管理が上手だと誰もが言ってますよ。なんだこんな契約、急に煽ってくるじゃん。ハモンドクリエーションラボの成功率 1.0 アップグレード。アップグレードの話か。あ、それやろうか。アップグレードだったら多分研究だよね。施設のアップグレード。これだよな。オッケー。多分これクリアしたらミッション終わりますね。オッケー。じゃあ、一旦スリオミウス、草食竜系でなんか出せるもの出していこうか。ハモンドクリエーション。